今日はいきなりですね、なんだこれ。お、クラウド AI からですね、これまた。おー、いきなり入った。接続できているようですね。久しいですね。個体番号 G4AU。あなたに依頼したい内容について、ただいまから伝えます。むむ、これが前に言っていたクラウド AI さんですか？コクコク。おや、その端末は、ああ、なるほど、理解しました。そういうことでしたか。その端末があなたを助けていたのですね。汚染内で動けるあなたが資源を集め、その端末が製造を行っていたと。全時代的ではありますが、高性能で、多機能で、あるファクトリー AI。それならば納得です。全時代的なんだ。人類滅ぼしちゃったらしいけどね。む、私の正体を一目で見抜くとは、なかなかの、赤眼。お相手は優秀な AI だと推測しますよ。うん、全時代的。なんだかさらっと毒を含んだ評価をされたような気がしますよ。ディスられたね。話を本題に戻します。依頼したいのは、コンテナ筐体。そして、サンプルの製造です。ん？サンプルって何のサンプル？これがコンテナの設計図です。必要な資材数も割り出しています。確認を。おー、なんか送られてきた。ロボはコンテナ筐体のレシピを手に入れた。コンテナ筐体。なんだコンテナ筐体って。そしてこちらがサンプル製作に必要となる特殊資源のデータと製造法を記したレシピです。レシピ？ビビ。ロボは生殖細胞、検体観察ログのレシピを手に入れた。生殖細胞って何？いきなりなんか重々しい感じの漢字がいっぱい出てきたよ。ビビ。コンテナに用いる特殊資材は、精錬技術の発達した製造プラント深部。また深いとこまで潜らされる。溶鉱炉の存在を、存在する区画でなら入手可能でしょう。溶鉱炉？また新しいダンジョンか。サンプル作成に必要な検体や資料は、バイオラボラトリーに保存されているらし、いるはずです。バイオラボラトリーってなんだろう？なんか、また難しい感じの横文字出てきた。どちらにしても、道中で、汚染区域を通過する必要があるため、汚染内で動けるあなただけが頼りです。ビビ。通信状況が不安定ですね。やはりまだ汚染度は安定しませんか？うちの回線も不安定になるのは汚染度が高いからか。わ、何？何？伝えるべき事項は伝えました。こちらも他の準備を進めておきます。それでは頼みました。切れた。通信。痛々しいなんか通信の仕方だな。むむ、ロボットさん。ちょっと説明不足っていうか、だいぶ説明不足な方ですね。結局説明不足だった。でも汚染度がよっぽど低い、好天の日でないと、まだまだ通信も安定しませんし。短時間で要件を伝えようとすると、ああなっちゃうんですかね。もうちょっとお話ししてみたかったり。ロボットさん、とりあえずクラウド AI さんからもらったコンテナの設計図をもらえますか？コク。ロボットからなんか飛ばすときは、通信飛ばすときは近寄んないとダメなのかな？ロボはコンテナ筐体のレシピをファクトリー AI に送信した。ビーン。うわ、うわうわうわ。なんというかすごいですね。質実貢献っていうか、洗練されてないというか、素朴というか、原始的っていうか、
ゆすり返してやられたらやり返すのファクトリー AI いいと思ったやれ。うん同じ見た目にしても私が再設計した方が必要な資材ももっと減らせるはずです。ロボットさん、ちょっと待ってもらえますか。設計図の最適化をしてみます。お、すごい。これをこうして、あれをああして、これで軽量化して、ほんのり遊び心を加えて、仕上げにちょちょっと。よし、できました。ロボットさんどうぞ。おー、ロボは最適化されたコンテナ筐体のレシピを手に入れた。なんか書き直されたぞも容積も気密性もそのままに、必要素材数をおよそ 50% もの大幅削減。え、半分やこれで資源集めもちょっとは楽になるはずです。褒めてくれてもいいんですよ憎めないなこいつ本当に。あ、なでなでしてるなでなでしてる、悪い気はしませんね。なんかファクトリー AI がどんどんなんか人間っぽくなってく。人間っていうか生々しいねこいつ。モニターしかないくせに。そうだ、新たに探索できそうな場所の座標データも追加しておきました。溶鉱炉、そして培養ラボラトリーですね。溶鉱炉、聞いただけで熱そうです。オーバーヒートには気をつけてください。クーラードリンクが必要だ。培養ラボラトリー、こちらもなんだか嫌な予感がします。バイオという名前にはちょっとトラウマが。お前だろー、下手人は。急にやることが増えて大変ですが、私も頑張りますよ、ロボットさん。一緒にやっていきましょうね。前向きということで、なんかここからスタートですね。ただスタートするには、ちょっとね、なんか新しいとこまた行くんだよな。ご飯食べさせとこう。何がいいかな。まるまる虫、寄せ集めの苔。うん、苔。苔を、苔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 。苔。苔子。食べて、苔。苔でいいんだよね、あれ。あの字。今更だけど苔が違う字だったりして。食べた。あ、嫌だったみたい。首振ってる。まずかったのかな、苔。なんかイメージ的には糊みたいな感じなのかなって思ってたけど、なんだろう、生糊みたいなの子供とかあんまり好きじゃないかもね。しかも塩味とか味とかついてないんでしょ。あー、なんか増えてる。うわー、増えてる。ちょっと待って、これは何、ふわふわ素材の入手。ふわふわ素材とかも入手しなきゃいけないんだ。溶鉱炉、謎の廃材の入手、丈夫なカバーの入手、なんだろうこれ、エネルギーを作り出したり、資源の製造、生成を行っていた区画。ほう、バイオラボラトリー。生殖細胞 X の入手、生殖細胞 Y の入手、たくさんの映像のテープの入手。生殖細胞 XY って、遺伝子だよね。なんだか染色体だよね。あの、女性男性の、なんか、あれだよね。ちょっと待って、レシピかなんか見せて見せて。コンテナ筐体。あ、これか、これに、コンテナ筐体に必要なのが、この謎の廃材と丈夫なカバーと、ふわふわ素材。それぞれこれを、そうだよね。やっぱ生殖細胞の、必要な特殊素材が生殖細胞 XY。それから、それがね、命のもと。命のもと命のもとを作れってこと？X と Y が、合わさると、人間が出来上がる？人類に関する資料を。ほー？何をしようとしてんだ、これ。何を作ろうとしてんの？ちょっと待って、なんか嫌な感じがしてきたな。ちょっと嫌な感じ。まあいいや、お宣言はちょっともう随分前回まですごい行きまくったから、ちょっと溶鉱炉行ってみますね、溶鉱炉。出発！溶鉱炉へ。
わ、なにこれ。また音楽が違う。ビビッ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 。あ、一撃で倒せる。うわー、ちょっと倒せないのもいるな。あ、いきなりキルモンガーか。いい感じだ。なんだろう、この音楽。かっこいいやら。おーなんか、とても、緊迫感があるというか、とてもなんか来たぞって感じの音楽だな。レベルももめこめこ上がっていく。わあわあ、確実になんかこっちの減らしにかかってきてるな。あ、何もできない。ショックだ。なかなかドゥドゥンドゥンドゥン。このダムダム音がすごいな。この音楽低音がドドドンドン。うん、ドッパーン。すごいなんかいろいろ取れるし、この逆にいいものが取れすぎて、スキルにしてもアイテムにしてもなんか先行きがそんなにハードなのかなって逆に思ってしまう。素直に喜べない。マイナス的ゲーム脳な私、ニンニン。素直にここは喜んでおいた方がいいのかもしれない。牛だ、牛が頑丈だな痛い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 よ痛いよ。牛だよ。芦田愛菜だよ。新鮮でいいね。やっぱ新しいダンジョンとか新しいマップとかね、なんかこうゲーム的にはこう目新しい方が気持ちが新鮮になって気が引き締まるっていうか、緊張感があって良いですね。多分やってることは全然どれもこれもずっと一緒なんで、同じダンジョンでシステム一緒なんで変わらないんだけど、やってることは変わらないんだけどね。なんだろう、こういう風に音楽が変わったり色がちょっと変わっただけでお部屋を模様替えしたかのような感じで雰囲気が変わると一気になんかいい感じになります。もう何もないね。行っちゃおうかな。次、溶鉱炉どこまで潜ればいいんだろうな。なんかさらになんか上の、下の方、結構、下の方まで行かなきゃいけないようなことを言われたような気がする。大丈夫なのだろうか？これで行けるのだろうか？ちょっとね、不安なところは多少あるんですけども、やっぱり、前回もそうだったんだけども、お宣言の時もそうでしたけど、15回まで行けって言われて、15回まで行ったら、いきなりなんか、ボスキャラクターみたいなのがいたから、そういうなんか、仕込まれてると、ちょっとさすがに、ちょっと、してるんじゃないかと思ってしまいまして、なんか、いるんじゃないかなって、思ったりするわけですよ。あうち。痛いよ。痛いじゃないか。何をするのだ、君は。まあ、殺しに来てんだろうけどね。なんだろうな、こういうロボットって確か、
要は本来はこういう場所を守るためのガーディアン的な存在のロボットだと思うんですよ、ボマー。だからまあ本当であるならば侵入者っていうのに対して、あ、まあ侵入者かこれをなんか排除するために動き出す、動いて攻撃してくると思うんですね、こういうロボットたちって。で、それらがあの、なんか自動生成の力を手に入れてるがゆえに、こう自分たちで勝手にこう作って、再生されて、どんどん生まれてくるわけだから、本来であるならば多分、アイテムを力に、多分、ここまで攻撃性があるのかっていうと、実はそうでもないのかもしれないですけども、汚染されることによって、なんか凶暴化してるみたいなお話だったと思うんですよね。もっと、うまいやり方があるのではないかと、平和的に片付ける、解決する方法があるのではないかと思ってしまうわけですね。なんかこういうなんか、オブジェクトの下にこうトラップが敷かれてるとか結構ひどいとか思うんだけどな。大きい机いいな、欲しいな。なんか何かを使ってでこれを取っていこう。なんか新しいアイテムがいっぱい取れるからちょっとウキウキします。ゲームをやってるとこの新しいアイテムとか武器とか装備とか何でもいいんですけど、そういうのがね、新しいものがなんか手に入るっていうのがちょっとやっぱり楽しみなところってありますよね。結構ね、新しいなんかね、この敵なんか メカが出てきてるので、ちょっとばかし何か新しい何か厄介なことをしてきてくれるんじゃなかろうかと思って警戒してしまうんですけど、こいつはまあ何度かもう見てるやつなんだけど、ガードするぐらいなんだけど、あー何こいつ、この罠なんだろう、このトラップ、なんか変なクリスマスカラー、緑と赤のなんだろう、ちょっと気になる。このマップは明るいわけではないんだけども、意外とマップの鮮やかなのかな、ライトが明るいのかな、見やすい。トリプルってなんだろう、前の汚染源がすごく暗かったせいか、とってもあのトラップが見にくかったんですよね。床に設置されてる罠が実に見にくい。何が置いてあるんだろうって、なんか置いてあるけどなんだかわからない。やっぱりバッテリー、なんかこれ何、このなんかバズーカーみたいなの背負ってるやつ、こいつちょっとめんどくさい。おー、なんかみんな敵が逃げていくような気がするんだけど、なんでだろう。他の意外と今までの敵ってこう向かってくる習性があったので、こういう風に空振りしてるとターンを消費して、その分こう近づいてきたはずなのに、なぜか敵が意外と逃げるのはなぜだろう。なんでみんな逃げていくのだろう。わ、なにこれ、やだ、厄介なことしてくれるな。なにこれ、なんつう罠だよこれ。荷物を、あ、なにこいつ、あ、距離を空けると逆にまずいのかこれ。こいつなにこれ、うわー、嫌な敵また発見しちゃったよ。
うわぁ。最悪だった。思った以上に最悪な罠だった。嫌な罠だなぁ、本当に。あっちの赤いのなんだろう。うわぁ。バッテリー使っとこう。ネズミさんでした。リュック拡張のやつをなんか持って逃げてたぞ。なんてことすった。でも結構、いろいろ。あ、またやっちゃった、踏んじゃった。マップ見てたら。なんだっけ、リペアキットか。リペアキット使っとこう。いた。一応、荷物とかは全部回収できたのかな、これで。おー、なんか、なかなか、新しいトラップとかあったりとかして。なにこれ。これ厄介だな。さあ、どこまで潜ればいいのかな。前回のが15階まで行けって言われてたから、やばいな。なんかもしかしたら、それ以上に潜らなきゃいけないのではないだろうかと思ってしまうわけですよ。わあ、死ぬな、これは。うん、死んだわ。なるほど。ちょっと距離を置いて、なんかカブトムシみたいな、この敵は、そうしてる間に、すごい大砲みたいなでっかい弾打ち込んでくるんだ。なるほど、そういう敵か。ロボットさん、お帰りなさい。クラウド AI さんが人類のために頑張ってくれてるなら、私はトリコちゃんのために頑張っちゃいますよ。クラウド AI は人類のために、ファクトリー AI はトリコちゃんのために、今まで何度かロボットさんの探索中に構ってほしそうにしていたので、お世話地に遊ぶ機能をつけてみました。どういうこと？これで何度も探索してても、トリコちゃんも構えますよ。そうなんだ。かわいそう。ごめんね。スマホとかみたいなものかな。お世話地の機能がアップデート。トリコと遊べるようになった。なんだそれは。気になる。トリコちゃんが遊んでほしいときに遊んであげたらきっとご機嫌になってくれると思います。トリコちゃんと遊んであげられるようになりました。お世話地スキルに遊ぶが増えています。ほう。なるほど。機嫌が良くなってくれるんだ、遊ぶと。機嫌が良くなるとテラリウムが汚れにくくなったり、少しいいことがあるみたいです。なんだろう。っていうか、そっか、構ってあげてないから、寂しくなったトリコちゃんが、機嫌が悪くなって、お部屋が汚れてたんだ。うんこさんとかがじゃあ出てたのは、そういうことか。反撃だったんだな。トリコちゃんの構ってほしさに反応するセンサーを追加したので、これが鳴ったら、ぜひ遊んであげてくださいね。点滅するとトリコちゃんが、構ってもらうのを、諦める合図です。遊んであげる場合は、お早めに。かわいいじゃないか、トリコちゃん。今、かまってあげるよ。はい、なでなで。ということで、今回からは、なんでか知らないけど、すごい嫌な予感しかしない。はい、こちら、アイテムクラフトです。クラウド AI から頼まれたコンテナ筐体。謎の、なんか筐体ですね。コンテナですね。謎の廃材と丈夫なカバーとふわふわした素材を使って何を作るのかわかりませんが、そして生殖細胞、これはこれでまたなんか気持ち悪いな。生殖細胞 XY、 命のもとです。何させる気だろうこれ。ちょっと嫌なんだけど。人類に関する資料、検体観察ログ、はい、たくさんの人類のテープでございます。なんかとても嫌な予感しかしない感じになってきて、なんかちょっときな臭くなってきた。気な臭い、うん、なんか感じの
話になってきて、あれですけれども、はい、お世話っちの方にも、なんか、トリコちゃんを構う、遊んであげるっていう、なんか、機能もつきまして、気になるところいっぱいでございます。気になるところすごいいっぱいあるんですけど、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また、この続きが気になってくださったり、期待していただける場合は、私のこのチャンネル登録しておいていただけると、始めるときにお知らせがいきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターの方でもね、構っていただけると嬉しいので、ぜひツイッターのフォローなどもお待ちいたしております。はい、それでは今回はこの辺で、皆様おやすみなさい。またね。